タウナギメは、甲骨魚類の分類群の一つ。ニアモク酸化で構成され、タウナギトゲウナギなど酸化、13属、約117種が記載される。名前に、ウナギと付くものの、ウナギ目に属する、ウナギ類との類縁関係は遠い。タウナギメの魚類は、ほとんどが、熱帯から熱帯域にかけて分布する、淡水魚で、ごく一部の種類が寄水域に進出する。 日本にはタウナギモノプテラスアルバスのみが本州を呼び沖縄に生息しているが前者は元々の在来種ではなく朝鮮半島から移入されたものと見られている近年本名魚類の密放流は世界的な問題とされフロリダ半島南部やハワイ諸島などでは侵略的外来種として認識されるようになっているタウナギ名魚類に共通する特徴として 体型が細長く、腹びれを持たないこと。エラの開口部は、体側面の下半分に留まること。外浴上骨が拡張する一方で内翼上骨は、退縮あるいは消失していることなどが挙げられる。また、上顎と頭蓋骨が2点で接続するなど、顎の構造に、他の心骨類には見られない特徴を有する。前上顎骨は、上甲突起を書き、前に突き出すことはできない。 タウナギ科の仲間は中国や東南アジア諸国において食用、薬用として利用される。水田に生息し米文化につながっていることもあり、当地では一般的な食材であるが、泥臭いため日本ではタウナギを食べる習慣はない。中国や台湾では、いわゆる惣菜業として用いられ、 細切りにしたタウナギの切り身を唐揚げにしたり、佃煮風に甘辛く炒めたりして食べる。ベトナムやラオスでは丸ごとの酒蒸しや、竹筒に入れて、丸焼きにすることもある。このほか、トゲウナギか魚類は干渉魚として、アクアリウムでの飼育対象となる。タウナギ目は、タウナギア目、トゲウナギア目の2ア目からなり、酸化、13属、約117種で構成される。 タウナギア目新ブランチョエダイは、タウナギ科のみを含み、4属23種が記載される。タウナギ科の魚類はその形態及び生態に、多くの際立った特徴を持ち、甲骨魚類の中でも、特殊化の進んだ一群と考えられている。タウナギ科タウナギモノプテラスはアルバス。細長いうなぎ型の体を持ち、水田など泥底の淡水域に生息することが、 和名の由来となっているタウナギ科シンブランチャイデイは4、属、23種からなる。多くの種類は、空気呼吸が可能で、霊中に潜る習性を持つ。メスからオスへ、姿勢戦熟による、性転換をする種類が多いことも、本家の特徴である。オフェステルノン族の仲間には、地理的に、不連続な分布を示すものがいる。体型はウナギに似て細長く、 腹気のみならず胸びれも持たない。背びれ、尻びれ、おひれも、痕跡的で、ほとんどの場合は、鱗もない。目は小さく、皮膚に埋没し、機能を失った種類もある。浮き袋とあばら骨をかく。トゲウナギ科の一種、トゲウナギ科の一種、トゲウナギ科の一種、トゲウナギアモク、マスタセンベロウイダイはニ科9属、約94種。背びれと尻びれは、おひれと、 連続することが多い。後ろ側頭骨をかき、上下鎖骨は人体を介して、石中と接続する。カウドゥリアカカウドゥリアカショードハリデーは6属、10種を含む。インド北東部から、タイ、朝鮮半島にかけて分布する、最大でも8センチメートル程度の小型魚のグループで、ある。背びれと尻びれのトゲ状及び、鱗を持たず、チェンドル属以外は、 側線も書トゲウナギかトゲウナギかマスタセンブリーデーは3族、約84種で構成される。独立した背びれのトゲ状が9から42本、トゲのように背中に並ぶことが、本家魚類の特徴である。小さな鱗を持つ種類が多く、体長は最大で90センチメートル程度。その生態は多様であり、長期間霊中に潜るものもいる。 スパイニーイールと創唱され、干渉魚として飼育される。ABCDEFGHIJKLM、Fishies of the World 5th Edition ピアニッシも381から383、日本の淡水魚改訂版、ピアニッシも676から677、HATAB、The Diversity of Fishies 2nd EditionP299。ありがとうございます。